サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は出版界の片隅にいる4人が漫画についてゆるく語っていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、漫画編集をしている林と、書籍編集をしている島村と、デザイナーの多田です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回も、ゲストの夏目久之助さんと一緒にお送りしていきたいと思います。夏目先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、で今回はですね、夏目先生が編者を務められた、男気と肉体の時代というアンソロジーを取り上げたいと思います。で概要をちょっとご説明しておくと、この本はですね、ちくま文庫に収められている現代漫画選集という全8巻のシリーズの一冊となっております。奥付けを見ると2020年の9月25日の発売となっている、ちょうど1年ぐらい前なんですね。そうですね。ね、もうなんかもうだいぶ前のような気もするけど、それはだいぶ前な気がします、ね、不思議だな。コロナ禍のせいなのかどうなのか、ね、時間軸はずれてきました、うん、そうですね。で、この現代漫画選集というシリーズ全体は、中条翔平さんが監修をされています。中条翔平さんというのはフランス文学者というかね、学習院大学の先生で、僕 の, 先生ですね。僕は中条先生に憧れて学習に行きました。そうなんですただね、もう当時さ、俺今のようには喋れなくて、すごいシャイだったんですけど、4年間いたんだけども全然喋れなかった、中条先生と。卒業してからちょっと喋れる。憧れが強い。中条先生に問題があるってことね。いや、でも中条先生ってすごいね、頭の切れる方で、うん、で夏目先生とかとからお話を、裏話を聞くと、すごいギャグばっか言ってるみたいな、ダジャレがね大変にお得意で、だいぶイメージが、少しお酒入ったりなんかする。あの人もほとんど飲まないけど、うん、そういう場だとね、もう次から次へそんなお茶目大変にね、僕は好きですけど、僕はだから、そういうの全然知らないからもうすごいクールな方として憧れてたんだまあまあ、そのね、中条先生がこの、監修を務められていて、で、この本の中にも、折り込みのチラシっていうか、そういったものが入ってるんですけど、これどういうシリーズかっていう、その中に、観光の言葉というのがありまして、そこちょっと読み上げますと、あんまり長くないんですけどね、本選集は1960年代以降を半世紀にわたる日本の現代漫画の流れを新たに発見する試みです。漫画表現の独自性を探り、本物をえりすぐって時代を映す漫画の魂に迫ります。8つのテーマに基づいて決定的な傑作、知られざる秀作を集め、日本の社会と文化の真相をここに浮かび上がらせたいと思いますと、こういう選集だということですね。で、各巻のタイトルが、まあ、ユニークな印象はちょっとあります。で、第1巻が中条翔平さんの編で表現の冒険、第2巻が斉藤信彦さん、編で破壊せよと笑いは言った、第3巻佐々木原剛さん編で日常の淵、第4巻が中野春樹さん編で異形の未来ね、第5巻が夏目先生の男気と肉体の時代、第6巻が山田秀夫さんという方が編で悪の楽しみ、第7巻が、この前のこの、サンデー漫画クラブでもアントロポセンの犬泥棒を取り上げましたけど、川勝徳重さん編の、恐怖と奇想、第8巻が、オンダリクさん編で少女たちの覚醒、ということですね。この辺のなんかこう経緯っていうか、これについてなんか夏目先生の方から。経緯も何も経緯も何もない、うん、ちくまから依頼が来て、はい、で中条さんの編ですからね、これを断るわけいかないで、中条さんに呼ばれて学習院入ったんですからね。そうですよね、うん、断るわけいかないので、しかもタイトルもちゃんと向こうから来るんですよ。なるほど、うん、俺がつけたわけじゃ全然ない男気と肉体の時代で一つみたいな、狂気、胸郭の胸ね、狂気と肉体の時代と書いて男気って読むっていう、そんな趣味は私にはない。だからそれ、なんで わしなのっていう、正直そういう感じでしたけど、まあ確かに身体と漫画の関係については書いたりしたので、はい、まあ、しょうがねえかなって。だけどさ、肉体の時代だと確かに広すぎて、やりにくいっちゃにくいよね。うん、で
だから確かにちょっとこう狭めた方がいいんだけど、男気と肉体って言われた途端にさどうすんだよこれっていう。だって頭の中は連載もんばっかだもん、うん、そうですね。普通60年代から70年代で男気とにあの肉体って言ったらさ、みんな連載もんだよ、うん、普通はな、うんうん、本宮博とかね、うん、なんかその辺について確認されたんですか、この男気ってどういうことみたいな。そんなこと聞いたってわかるわけがないそうですか。そんな雰囲気でつけてんだから編集者が決めてるんですかね、それとも中条先生がこうつけたわけですか。いやー、中条さんのセンスでもないよね、これ。あ、なるほど、うん、これ僕面白いなと思ったのが、あの本のね、まあ、見返しってわけじゃないですけど、あの、あ、見返しって言っていいのかな、あの扉の後ろのところに現代漫画選手ってフランス語があしらってるんですよ。アントロジー・ドゥ・マンガ・コンタンポランって。あ、本当だ、書いてあ、まあ、この辺ってやっぱデザイナー的にはやりたいじゃない、飾り文字 ね、アルファベット入れたいみたいな、だそういうことなのかなと思って、で、男気と肉体の時代のところにもそれのフランス語があの振られてるんです。で、タンドゥ・レボルトゥ・エドゥ・シェフって言ってて、これ直訳するとどういうことかっていうと、反抗と肉体の時代なんですよ。違うじゃん。そうそう、だから男気じゃなくて反抗なのね。でも反抗っていうのはこの、 あの夏目先生が選んだ作品見てもまあすごくよくわかる部分だから、うんうん、すごい不思議だなとも思って、だし興味深いな。レボリューションとか、レボリューションではないけど、あのレボルトって英語で言うとなんだろうね、でもまあ反抗するっていう点、うんうん、なるほど、レジスタントとか、そういうことなのね、はい、そこで今初めて知った、今初めて知ったなんとデザインを見て初めて。でもデザインと著者の関係は意外とそんなもんだったりしますよ。まあね、本当にそれ、ね、なるほど、そういうことなんだ。まあ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 、そうですね、だからテーマについては夏目先生が選ばれたわけではなくて、与えられたお題の中でこれはっていうのを選んでいかれたということですね。で、一応収録作品9作品、タイトルだけ言っていきますと、白戸三平の座敷わらし、平田博さんの太刀持馬之助でいいですかね、梶原一騎川崎昇巨人の星、高森屋さん、まあ、要するに梶原一騎ですね、土地は徹夜、明日の城、梶原一騎、角田二郎、空手バカ一代と、まあ、梶原一騎が並ぶ並ぶ、これね、正直、ちょっと勇気は言ったけど、はい、こうせざるを得ないっていう。なるほどね。なるほどね。あ、でもまあ、あの、僕らの世代になると、まあ、今、現代になるとさすがに梶原一騎ってっていう感じでもないじゃないですか。そういう意味で言うと、なんかいいですよね。あ、この時代やっぱ梶原一騎ってすごく重要なんだっていうのが気づけるとね。はい、ちょっと続けますと、刈谷哲さん、池上良一さんの男組。池上良一作品は以前ね、取り扱いました。このサンデーマンガクラブの中で、ね。ああ、やりました、ね。絵柄全然違うんだなと思いました。なるほど、ね。その時にちょっと男組の話、チラッとしました、ね。としましたね。はい。それからバロン吉本さんの住郷伝、宮谷和彦さんの肉弾時代、高寺明彦さんの友よ、急げ、ということになっております。で、夏目先生が先ほどおっしゃってましたけれども、シリーズものが結構多くて、はい、ただ短編も入ってるんですね。だって、あのね、うん、読み物として考えた時にね、うん、全部連載の部分ってないでしょ。読みづらいしさ、あの一冊の本としてのなんていうのかな、そのまとまりっていうか、あ、それ考えると短編いらざるを得ないんですよ、うんうん、というわけで、うん、あの頭は読みやすいように短編を2つ、うんうんうん、でその後梶原シリーズ、梶原シリーズ3作どん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 って全部連載の一部で、ただしそこはだからいろいろ工夫をして、あの巨人の星と明日の城はその最後のね、あの最終回を、まあ、あの明日の城は、まあ、最終回で有名なあの作品ですけども、巨人の星も実はあのほとんどの人が記憶してるのはアニメの最終回であって、違うんです実は、うんうんうん、全然で、これは漫画版の最終回で、空手バカと男組に関しては途中、うんうん、本当に途中で、住郷でも途中、肉弾時代も途中っていう感じで雰囲気を味わっていただいて、うん、最後に高寺さんが短編という形に、うんうん、これはもう構成そういうふうにすることで、あの本として読んだ時に完結感が生まれるようにという工夫です。なるほど、なるほど、はい、
はい、皆さんどうですかね、読んでみてっていうところで島村くんからいきますか。いや僕改めてこの何ですか、漫画に身体性のある漫画ってそんな好きじゃないんだあそうですよね、言ってましたよね。僕は杉浦茂という漫画が一番理想的な漫画家なんですけど、やっぱこうだいぶないですね、肉体性っていうか、そうなんていうんですかね、こう血が出る感じのものをこう、うん、絵に焼き付いてるというのは非常に苦手なんだと。やっぱ軽やか。大丈夫でした。肉弾だらけ。肉弾時代とかもう大丈夫でした。なんかそうなんです、見れましたちゃんと。いやもう目こう障子から穴開けて見る感じなんですけど。でさっき夏目先生がおっしゃったあの構成っていう意味ではすごくなんか僕が実感できたのはその高寺さんですか。うん、高寺さんの友よ急げにこうこの軽やかさが時代がちょっと変わったなっていうのが結構わかる感じがあって、それまではすごくこう重い絵がこうあるんですけど、で高寺さんの絵もまあ、 あの重いっちゃ重いんですけど、この301ページにあのこう襲いかかってくる敵をこう避けてあの後ろから殴りかかるっていうシーンがあるんですけど、ここはなんかすごく重力がこうないっていうかこう浮遊感がある絵として描かれてるんですけど、なんか一つこれでなんかなんて言いますかね、あのある種のこの肉体っていうものがあのこう重力に縛られて窮屈な、あの漫画からこう解放される感じがとてもあって、なんかあのあここでちょっと時代が変わったんだなっていうのがすごくわかる、あのちょっと時代のもと変わったなっていうのがすごくわかる構成になってて、その意味ではすごくこうあの勉強にもなったし、なんか、なんか時代によってやっぱ絵っていうものが変わっていく、思想っていうものと絵っていうものがこう関係しているんだなっていうのがこう身をもって分かるような構成になってたのがすごく面白く、高寺さんの作品はね1981年に、はい、出てるということはやっぱ時代のこともあるですますし、あとあのこの作品のあの扉のところに簡単な解説が入ってるじゃないですか、これは夏目先生なんですか。そうです。あそうなんですね。やっぱこの中でもあの大友克洋っていうことがすごく強く言われてて、劇画の時代に対してカウンターみたいな形で出てきた。でただ大友克洋の作品っていうのはこの本の中に収められないっていう、られないあのだってほら大友先生が絶対に文庫には載せないとおっしゃってるので、無理なんです。文庫と電子がね無理なんだと思いますね、はい。そうですよね、まあ、そういうことがあっての高寺さん近くにいた方っていうこともあるかもしれない。これはあの大友さんと話してて、あの高寺さんっていうのは大友さんのねアシスタントもやられた方なんですけど、話してる時に、出た話から書かれた作品なので選んだという、そういったところにもものすごい工夫のとかね、見られる。これでも読んだ時にあのちょっとフランケンシュタインっぽいキャラが出てくるじゃないですか、これすごいドームのキャラクターをね思わせますよね、ね、ほぼ同時期ですけど ね、あの、だから非常に共通性はある。あのただ我々からすると大友克洋の神髄はなあの70年代の白の時代、白っぽい絵 の、あの時代にこそあったんですが、そこから大友さんがちょっとこう緻密な絵に移って、やがて、ドームからアキラに行くっていうその変わり目の時ですね。そうなんですよね。なんかこうめちゃめちゃこう本気で描かれてるけど起きてることはすごくくだらないっていうのが、なんかこうこれそれもまた良かったですね、この友よ急げの。だからすごい技術的にはこの時代に日本の漫画ってあの上がるわけですよ、あの大友さんはじめとしてね、でその高度な技術力を結集してくだらない話をっていうのがまさにこうちょっとニューウェーブっぽい、いやそう変わったなっていう感じで、それまではねやっぱ思想性とやっぱこう肉体っていうのがすごくかなり結びついて書かれてるんだけど、ここですごく軽みを帯びてるっていうのと時代性っていうのがここ空気感を味わえるような構成になってて、これはなんかこの最後のためだけなんかこう苦しいところを読んだっていう感じですね、僕は。でもあれですね、超人ハルク入ってますね。あ、なるほど。ポージングが結構それっぽいの。あ、そうなんだ。フランケンシュタインっぽいキャラクター。そうね。多分入ってるじゃないか。なるほどね。と思いました。この頃の言葉で言うと時代がまさにあの軽薄短小になるんですよ。要するに70年代の末にはもうはっきりと日本は
高度消費社会に入るので、重工業社会から離脱するので、本当に正直に漫画ってそれを映し出してるっていうことな。重工ちょうだい。いや、なんか自分もやっぱ俺は軽薄短小の人間、本の人間なんだなとこう、そう思いました。私もそう思いました。やっぱり安心するというか、最後のデザートとして美味しくいただけたって感じがします。そっか、俺は舞台も結構好きなんだけどね。多田さんどうですか？あのすごく楽しく読みました。あの実際読んでて、今まで読んでた作品とかもあるんですけど、例えばこの平田博士さんの立ち持ちもあるんですけれどとかも、何ですか、前週かなんかで後から読んだんですけど、なるほど、全然こうタッチとは違ってて、もっとこう整理された線で、これはこれですごくかっこいいし、ちょっとあの物語も何ていうんですかね、アレンジっていうか、その後だいぶ変わってて、あ、その最初に連載された漫画はこんな感じかと思って、あの力の抜けたつか、まあ、ガーッとその後ね、多分書き込まれた部分もあると思うんですけど、そうでないシンプルな絵の感じもすごくかっこよくて、まあ、このバージョンはこのバージョンで面白いな。後書きで書かれてるんですね、夏井先生がね。あと、まさに、あの平田博士さんの絵って、ものすごいわけですよ。すごいですね、ジッパッと重さがね、超密だし、素晴らしいんですけど、文庫にしたらね、大変なのよ。なるほど。でね、これ実はね、あの文後で書き直された方が作品としては明らかに上なんですけど、これ書質はね非常に軽く書かれていて、あのこれ貸し本番だったと思いますけど、あのそっちをちょっと文庫としては選ばざるを得なかった。潰れちゃうみたいな。なるほど。書き、あの完成版は最後たちバーンって投げて、手でバンバンバーンって叩き割るんですよ。あのペーあ、こんな淡白に割れてないんですね。割れてないです。そのままそこで朽ちるっていう。とんでもない暑苦しい。あ、処する方がね淡白なんですよ。ああ、そうです。これはすごい発見でした、はい。あとこの川崎昇る巨人の星は、あのさっき夏目さんがおっしゃったように、僕なんか完全にアニメ版が刷り込まれちゃってるんで、で知り合い、学生時代の知り合いで野球漫画しか読まないっていう変なやつがいて、まあ、いいよね、そういう変なやつがいて、で巨人の話して最終回の話して、いや漫画版は全然違うんだよって言って、もっとヘビーなんだよって言って読ませてもらって、あ、こんな展開なんだと思って、本当最後の部分を読んでちょっとびっくりしたっていう記憶はあったんですけど、実はちゃんと順を追ってずっとは読んでないんですよ。あ、俺も全然読んでない。今回改めて読んだんですけど、まあ、あの物語の展開とかそういうのはもっと詳しい方とか、あのテーマに沿ってあのイズムをね語れる人は語っていただければいいと思うんですけど、絵がやっぱりすごくって、すごいよねこれ。すごい。ほとんどね J 漫画です。J 漫画なんですよ。ちょっとかっこいいんだよな。かっこいい。こんな漫画と思ってなかった。もうここに至れる。そう。で、あ、こんな絵描くんだみたいな。一巻と比べたらだって全然違う。可愛い感じの絵じゃないですか。それが間になんかその60年代のそのボブピークみたいな、ちょっとその広告アウトみたいなタッチのかっこよさとか、なるほど、そういうモンタージュ的な組み合わせのおしゃれさとかガンガン入ってきて、めちゃめちゃかっけえじゃんみたいな感じで、もう絵でちょっとびっくりしました。本当だよねこれ、海外の漫画にもこういうのってまああるじゃないですか、画面あの一つの画面がすごいデザインされて、でも野球漫画でそれやるかっていうのが確かに確かに海外の漫画でちょっとね、当時読んだ時はもう破滅の音がとかなんかそういうとこしか覚えてなかったんですけど、今見ると全然かっこいいわみたいな感じで、すごいこう再発見があって、もうかっこいい、あの、この絵の中で、この魔球の説明が嘘って感じですよね。それが笑いましたよ。もっともらしいけど、これ絶対こんなのないだろうみたいな。いそれ言ったら梶原一騎の作品読めないじゃないですか。そうそう。
ロマン、ロマン。そう、ロマン、まあロマンあるけど。そうそうそう。ボールが緩くて、そうそう、あのスイングが鋭いから、こう風でこうふわっといくみたいな、嘘だろみたいな。しょうがない、球がね、軽いんだよ。でもこの絵で見ると説得力がなんかある気がする。これギャグかなと思ったけど、ギャグじゃないんですよね。ギャグじゃないよ。本気でやってるんですね。風圧でこう。梶原一騎はほら、野球知らないから。そう。梶原一騎が知ってるのは格闘技だからね。そうね。あれ柔道だから。だから、体接してるとこれリアルなんだよ。あ、実はなるほどなるほど、うん、接してないから、うん、だからそれを野球でやっちゃったんですね。確かに。でもそういう意味では次のその明日のジョーとか、うん、カラバカとかはやっぱフルコンタクトの世界に入っていくわけじゃないですか、うんうんうん、まあこれはもうもちろんその読んでたし、あのちょっと読み直すっていう感じではありましたけど、まあ普通に面白いなと思いながら、うん、でもこれ全部読み直すのが大変だなと思いながら、まああの僕は基本的にやっぱ、まあ、こうやってまとめてみると絵がそれぞれ全然違うから、うん、逆にこの絵の面白さがより際立って、うん、あのすごく楽しく、そのすごいバタ臭いなと思ったバロンさんの絵とかもこう並ぶとちょっとなんか可愛い感じの絵に出たりとか、俺すごい洗練されてると思う。そうそう、白く抜けたりした感じの、うん、そのタッチの、うん、ペンのタッチの感じとかがこうジューシーな感じがして、うん、すごくいいなとか、新しい。バロンさんは筆なの、ですね、信じられないけど、筆でこれ描いてる。筆でこれか、筆か、筆か。だからやっぱりそのアメコミのアーティストも使うんですよ、結構筆。だからもしかするとそういうところのもあるのかなとか思ったりとか、なるほどな、うん、だからやっぱ線がかっこいいっすよね、うん、すごいね、小石真央、ね、女性がやっぱすごいかっこよく、これは住居伝でそこに至るんですよ、うん、へえ、これ以前のバノンさんは本当にアメコミなの、だから全然色っぽくないの。なるほどな、グラマーだけど、グラマーではあります、全然ね、美味しそうじゃないのよ。へえ、ここでね、日本に回帰するんですよ。なるほどな、だから女性像が2つに分裂してるんですよね、ここが面白いところね。なるほどなるほど、あ、なるほど、だってあのだからもう薬剤映画と同じで、うん、その両家のね、お嬢さんがすごくこう主人公に惚れてるのにさ、はいはい、袖にして、なんで袖にしてるかさ、わけがわからない。意味言うなし、理由なし。高倉健なんですよ。あ、なるほど、自分不器用ですね。不器用ですか。不器用で言われても困るよなっていう理由になってないっていう。だ、一方でこうね、遊女を買ったり、そういう方で遊女みんなし、あの変ちくりんなギャグな感じ、ね、大雄書いてますよね。で、それ以外に、あの本当に付き合う女が出てくるんですけど、こっちはなんかこう方言丸出しの、そうですね、おキャンナ、おキャンナ、ちょっとハスっぱな、そう、2つに完全に分裂してる。そうです。まああのケンさん出てこないですけど、途中で三船敏郎出てきます。ちょっと面白いですね。三船敏郎と黒沢明も、あ、黒沢さんも出てました。もうね、そういう遊びがね、大好きなのこの人は。うん、確かに、まあ、映画のね、あのイラストとかもたくさん。確かに、なんかバロン吉本さんのこう抜け、なんかそういうちょっとギャグの抜けみたいなのはすごく面白いですよね。うん、テンポがいいですね。うんうん、あ、そうですね。ルバンデアンス、ね。という感じで、並べることで逆になんか面白さがそんなに際立って。確かに、この中でもちょっと。うん、すごく楽しく、新しいものは新しく読んだし、うん、古いものもまたいろんな発見があって、こういう形で読むのはまた面白いチャレンジだなと思って、うん、他の本とかもちょっと読んでみようかなと思いました。そんな感じです。そうですね。ありがとうございます。林さんどうですか？私は普段こうウェブトゥンっていう縦漫画とかウェブ漫画の編集をしてるんですけど、うんうん、まあその、まあ、良きか悪いかは置いといて、うん、その1話とか本当文字で結構説明、冒頭でも説明しちゃうみたいな感じを、うん、こう日にこうダメだよねみたいな感じニュアンスで結構言われることもあるし、うん、場合によってはまあ確かにサボってんなみたいなところもあるんですけど、うん、今回こう白戸三平さんのこう文字でめちゃくちゃ説明してるところとか、ね、あと場面展開の速さとか、はいはいはい、ウェブトゥンはまあ個人的な感想というかあのモチベーションというか指標なんですけど、やっぱ1話の中でガンガンとにかく場面展開と日数を経過させる、うん、それが読み応えにつながるから、なるほど、ね、こうとにかくスピードが速いんですよ、うんうん、でこのウェブトゥンに関してはドラマから
来てる文脈だと思うんですけど、うんうんうん、このここのに入ってる漫画、特にその白戸三平さんの座敷わらしとか、うん、ヘイバと霞切りとはみたいな、そう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 、あとはたちもち何でしたっけ、馬之助とかも場面転換すごいテンポも速いし、うんうん、ここも文字で結構ちゃんと説明してるじゃないですか、うん、この彼はこういう生き方、うん、あの少年でみたいな、うん、そうです、だからなんか穴が結構自分の中でも、まあ、ウェブトゥーンは公式しているところがちょっと未熟な部分なのかなと思ってたんですけど、うん、逆にこの短編見て、いや、なんかそんなことないなって、なんか逆に勇気をもらいました。まあ、古い漫画だけど、あの完全版の場合はここに至るまで結構ページあったと思います。ああ、そうなんですね。彼が練習してるところまで。なんかある種先祖返りしてるってこうポジティブに捉えるのもありかなっていうのは、これをあの文庫を見た発見の一つでしたね。あとは、うん、その明日のジョーと巨人の星、うん、投資で見たことないというか、その原作見たことないんですよ、うんうん、いやー本当アーティスティックだし、うん、迫力がめちゃくちゃあるし、あとこの切れ味エンディングの、うん、何も言わない説明しないみたいな、あ、そうね、この切れ味の鋭さはもうすごいなと思いましたね。明日のジョーもこれで終わりなんですよね。そうだよ、だからこれしかも最終回ってやっぱすげえよなと思うな、ね、これが有名な締め切りが終わってから書き始めたタイトルで、当時はこの明日のジョー、缶の隣の左にはデビルマンが乗ってたって、そうだったんだ、なるほどね、あとうちにこれの明日のジョーの最終巻のマガジンがだけ一冊あったんですよ、でそれで最初にあの最終回を読んだっていう漫画でそうなんだ、え、でもみんなこれ当時取っといた読んで死んだってちゃんと伝わったんですかね。いやいや死んでないです。ああ、それは、うんうん、つまりあの死んだっていうのは一般的にはね、で担当編集者も死んだという判断をしてるんですよ、うん、で死ななきゃいけないからですそれはね、うん、あのなんだけど千葉さんは殺したくないわけです。なるほどね、うん、だからどっちともつかないラストにした、うん、あ、なるほど、なるほど、アニメだと死んでるのかな、アニメだと死んでたんでしたっけ、全然アニメだと死んでたかな、アニメはね、アニメでね、あの監督は今でもあいつはその辺を歩いてるんだって言ってましたね、うん、で僕の解釈は駒の枠がその最終ページないでしょ、うん、それで、はい、目をつぶった矢吹城が左を向いてるんですよ、うん、でこれは左っていうのは漫画の進行方向なんで、うん、そうそう、本来であれば逆に向いてるはずなんですよ、うん、閉じてる状態、うん、矢吹城がそれまでの全ての物語を受け止めて左側に座ってるのが妥当なんですよ、うんうん、ところが矢吹城はですね、挑戦者なので、うん、その最終回の世界戦においてね、常に右から出てくるんですよ、うん、で敵の小瀬面倒さは左から出てくるんですよ、でそれはもう決まっていて、うん、だから最後の場面も実は矢吹は左を向いて座ってるんですが、これは漫画という構造で考えると未来があるという書き方なんですよ、でそれが僕は千葉さんの無意識から来てるというふうに判断した。なるほど、なるほど。というのを千葉先生に講釈したんです。すごい、ご本人。いや、そこまで深読みしていただいて。いや、本人にはね。いや、本人はだって読み返してないですから。ああ、すごい。あの人は絶対に読み返さない人。読み返すと書き直したくなるらしい。そうそうそう。あれ、この間の千葉さんの自伝のやつでも書いてました。書いてたね。書き直したくなるからって言ったら、カルロス・リベラニの編集者が「いやここだけは」って言ってなんか真っ白な灰になるっていうシーンをちょっと見て「これだ」みたいな、うん、そう、あれはだから奇跡的なこれ最終回ですよね、すごいな、ミラクルな、でもなんか改めて読み直すと、なんかそんな悲壮感ある感じじゃないっていうのは改めてなんか思いましたね、この最終巻って。なるほど、あの時代にリアルタイムで連載を読んできた我々にとっては、うん、衝撃なわけで、それこの最終回の前にもうマガジン側がガンガンジョーが死ぬってみたいな煽りをガンガン打ってて、しかも詩が投稿されるのよ、
うん、詩が、うん、読者のポエムの、で明日のジョー賛美みたいな、ジョーよお前はみたいな、もう盛り上がるだけ盛り上がらしてるわけ。だから結構世間的には死んでるみたいな印象がかなり強いっていうことなんですかね。なるほど、そうほとんどの人が死んでるという判断をしてると思う。でも俺はだから死んでもいないし生きてもいない。あ、でも少なくとも編集部がめちゃくちゃ煽っていたと。なるほどね。それはそうです。ツイッターみたいな感じのそうですね。あの死ぬんじゃないか的な煽りをしてた。へえ。追い詰められてる展開として。じゃあ最後ある種の千葉先生のなんて言うんですかね、資質みたいなものがこの曖昧なところに情報を持ってったっていう感じなんですね。千葉さんにとってキャラクターは本当にそこに生きている、うん、人間なので。うん、あのなかなか殺せないです。だから力士を殺した後、うん、あの胃潰瘍で入院しちゃう。繊細いやだからあの力士殺した後あのジョーはあのリング上で吐くんですよ。うん、あれあの千葉さんの実体験だからね。っていうかあれを書いてるとあの口の中に酸っぱいもんが上がってくるんだって。すげえな。アニメ版だと出先演出でキラキラキラって言いますよね。光るゲロね、光るゲロ。そうそう、透過光で吐くっていう。新しい演出が、これあの後書きで書かれてますけど、この最終巻については最終巻で1試合を描くっていう、あの当時の単行本でね、当時、まあ、普通に単行本あったわけですね、雑誌があって。それがちょうどそれがもうあのシステムとして出来上がりつつあったってことですね。あの特に、少年週刊マガジンがべらぼうに売れてたわけで、そこでの連載巨人の星なんかはもう新書にした途端にものすごい売れるわけで、つまりあのそれでこう収入源がまるで変わってくるわけで、それまではその、単行本と漫画雑誌は全くそのあれが違うんですよ、収入はね、収入っていうかその入り口があの、はい、お金の入り口が、ところがそれが、漫画が売れてきたんで内田勝があの多分自分のところにあの入るようにしたんですよね。なるほどね。それで新書が売れたんで漫画の部門がガンガン、それまでは講談社の廊下を隅っこ歩いて、うん、日陰者のそうですね。でブツブツ言いながらね、俺たちが稼いで当時で文芸が食ってるくせにって思いながら歩いてたのが、その時代から真ん中歩けるようになる。で銀座で飲めるようになる。そんなに差別されたんですね。そう、でもなんかジャンプの特にもなんかそういう似たようなことを言ったから、やっぱ当時やっぱ漫画部門っていうのは本当出版社でもなんか認められてないところだったんだなっていうのは、各社一緒なんだなと思いました、今のお話聞いて。嫌われなのよ。だからあのえ漫画かよってことですよね、そこに一回されちゃったやつが。でだからあの反骨精神っていうかね、はい、今に見ていろっていうあのそれがあのこう盛り上がりになってるわけです。なるほどね。まあでもその時期にもうだから単行本一冊で一試合を描くっていう工夫があるのはすごいですよね。すごい、だから僕らリアルタイムの読者にとって衝撃でした。一冊書いちゃったよっていう。なるほどな。そっか。まあちょっと途中で陽子が逃げ出したりなんかするけど、あるある。タクシー出してさすがに持たなかったから、ね、うん、あるある。まあでもそういうのがどんどん積み重なって今やもう、なんならもっと短い時間でね、数巻かけるってことだってあるわけですから、いつまで一試合やってんの。ね、本当ですよね。あ、なるほどなるほどね。ありがとうございます。あれ林さんに振ったっけ。振ってないよね、まだね。振りましたよ。あ、それが今の話か。失礼しました。はい、という感じで原さんのポイントなんかある。そうね、俺のポイントは、まあ、今の明日のジョーのその最終巻が1巻、1試合丸々っていうのすごい面白いなと思ったのと、あとね、男組全然読んでないんですけど、あのまあ大極拳の使い手が出てくるじゃないですか、はい、時代を感じますよね。いやね、そうそうそう、大極拳で敵すごい強い敵ってなれるところが面白いのと、やっぱりこの戦い方って
って今のなんかこう格闘漫画とかに慣れちゃってると、まっとうな戦い方じゃないですか。あそうですかね、まあ人間が戦ってますもんね。そう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 、すごい必殺技でもないし、ビームしない そ, うだからそこがやっぱ面白いなって思って当時はだからほら太極拳、中国拳法といえば神秘の極みなわけです。なるほどね。あもうだ神秘で勝ってんですよロマン、ロマンパワー。そう、実はだからこの前にあの空手バカで、うん、あの、大山マスターズが唯一敗れるのが香港の太極拳を使いたい、うん、ただしそれはね、洋式あの太極拳なんですよ。なるほど。あの今一番やられてるやつです。男組に出てくるのこれね、珍式なんですよ。あ、なるほど。だから詳しいそのちょっと中国武術に詳しいやつは、うん、そあのあ珍式出てきた。つまり珍式っていうのは様式より古いんです。あ、なるほど。だからあの型だけ見ても結構あの本当に打ってるグワーンっていう感じがあるスタイルなんですね。これ全然脱線なんですけど、夏目さんは実際その八卦掌をたしなんでらっしゃるじゃないですか。はい、え、そうなんですか。そうなんですあのちょっとやってくるっていうことで、あ、やそうなんだと。それは何かそういうなんかこう格闘漫画とかそういうものの影響ってあったんですか。ないんです。ああ、そうなんですね。別なんですね。中国ベースの連中ってほとんどがそうなんですよ。あ、世代によりますけどね、あの男組の人もいればあの多いのがやっぱりあの、なんだっけ、ケンジだっけ。あ、ケンジ、うん、あれがすごく多いんですけどね。俺の知り合いでもそうやって言いました。影響を受けて、だもちろん空手バカで空手やり始めた人もいるわけですけど、あの要するにそういう流れを作っちゃったこの作品、うん、系列で、僕はそれを旗で見ながら、うん、あの全く肉体派じゃなかったので、うん、あの手塚系ですから。まあそうですよね。で40になってあの本当に健康のために太極拳っていうのが、ええ、ところが最初に入ったところがおじいさんおばあさんばっかりばっかりでさ、さすがにその当時俺40ですからだいぶ若いです、ね、だいぶ若いんでルーキーだったんですね。そう、物足りなくなってきて本格的な太極拳を学びたいって言って、ちょっともうちょっと本格的なところに入った。でそれは洋式に入ったつもりだったんだけど、うん、多分誰も知らない孫式っていう孫ってかで孫式っていう、うん、あの思いでやらされて、うん、でこれはこれ以上やってもダメだなって、それでも6年ぐらいやったんですよ。って思ってやめていろいろこうあちこちやってるうちに八卦掌に出会う。あ、それも50代ですからね。あ、すごいな。ちょっとやっぱりそのさっきも話された詳しいことは分かんないですけど、太極拳も八卦掌も分派がすごいたくさんあって、うん、なんかそういうところの流れでもしかするとガチ勢に入ったのかなみたいな思ったんですけどいや、たまたま健康のためだったんですね。そのあの俺の友達で中国武術ずっとやってるやつがいたんですよ。うん、ああ、そうなんですね。うん、でそいつがガチの、その、あのに誘ってきたんですよ。八卦掌やりませんか。本気でちょっと。八卦掌。マジっすかって言って、俺あの50肩だったんで無理って言った。そしたら大丈夫です。最初歩くだけだから。本当に歩くだけ。足の運び方言いますよね。あのもう何年も歩くだけ。おお、さっきの修行っぽい。修行っぽいですね。ふなりみたいな。そう。ね、うん、全然足の運びが違うんだって。もうずっと歩く人だった。円を描いて。だから学習院でやりましたよね。やりました。あ、そうなん。いや、本当歩くだけ。手こうやってこう。ああ、こうやってやりますよね。うん、あれは何やってるんでしたっけ。あれは何をやってるっていうか、あれ体を作るんですよ。基本的に。要するにあの最終的には丹田を作るんですよ。ああ、丹田ね。うん、丹田で動けるようになるためにあれを今でもやってますよ。はい、基本なんですね。うん、最初にして基本。だからもしかすると姿勢が良くて腰痛めない。あ、そうですね。あの俺もやった方がいいんじゃないか。腰痛はだからそれでなくなる。
フリーランスはやっぱ体が資本ですよね。本当に、はい、本当そうだよね。脱線させてしまいました。あらしゃちゃん。いや、まあね、そういったなんかこう、ちょっと、なんつったらいいですかね、幻想としての漫画というか、なんかこう、そういう武術みたいなところから、ちゃんと地に足がついた武術性みたいな話だったんですね。この中国人の人も学ラン来てるのちょっと笑いました。ちゃんと、ちゃんと学ラン来てる。あと、割となんか北斗の県民みたいなのはちょっとありますよね。変ななんかこう、額に犬って書かれてなんか、でか、それかっこいいのみたいな。何があったんだと思いますけどね、途中なのでこれ。気になるよね。バンジージャンプみたいなのやらされてたりとかさ。ちょっと読んでみた。それはでもあの屈辱なんですけどね、犬はね。うん、あ、犬はそう。罪人、江戸時代もね、罪人とかだと。最終的にやられて、まあ、最終的に味方にはなった。あ、そうだったね。そうなんだね。早くね、この男組っていうのは本当に変なもんだ。むちゃくちゃ。むちゃくちゃ。もういろんな要素がぐちゃぐちゃに入ってる。へえ。カリアってやつこんなの書いてたんだね。おいしんぼのイメージですけれども。ああ、そうか。そうよ。おいしんぼよ。本当だ。あ、でも野望の王国の人でもあるんでね。野望の部下のようなタイプ。ものすごい味ってますね。でも肉弾時代も相当変な漫画だなって思いました。そうだ。の画面のなんか密度やっぱりやばいですよね。なんかね、読めば読むほど酔ってくるって感じがすごかったですね。確かに酔うよねこれね。酔いますね、うん、三島由紀夫だし。そうですね。でもやっぱりこういうのの積み重ねが本当になんか日本の漫画の多様性みたいなのを作ってきたというのは本当に思うところですね。まあそういうのね、感じられる作品ということであり、ね、この巻については男気と肉体の時代というテーマでいろんなものが読めるわけですけれども、他の巻についてはやっぱり他のテーマで、いろんなものが読めるんで、僕全部はまだ読んでないですけれども、日本の漫画のね全体像を知るというきっかけとしてはとても良いのかなというふうに思いました。で、巻末にはあの詳しい解説もついているというかね、そこでもすごく勉強になります。これはシリーズは続いてるんですか？8巻で終わったんですよ、ね、終わりました。あ、終わったんですか。でそれとは別にまた小学館の方で、あの短編のやつがね、あのツイッター上で炎上もしました。あ、そうなの。やつが一つ出ております。それももう完結してるのかな。でも僕読んではいないですけど、やっぱ値段が当然ちょっと高いですよね、あっちの方がね。こっちはだって、まあ、800円分この値段で買いますけれども、2000いくらとかするのかな、ちょっとわかんない、あ、1000いくらとかかな、うろ覚えですけど、高い気がしますね、はい、うん、まあでもあの読んだらすごい面白いのかなとは思っております。間違いなくこう衝撃を受けるとは思いますけど、ね、なのでみんなぜひ読んでほしい。あ、このね、あの男気と肉体の時代、ね、男気と肉体の、はい、偽りなしで戦って死ぬというわけ。そうなんだけど、あのだから島村みたいに読めない人もいる。ちょっと試して、ね、ずっと苦手を我慢しないとたどり着かないっていう、ね、ちょっと夏目先生聞きたいのは、もしこういうアンソロジーをなんか好きなもんやっていいよって言われたら、やりたいテーマとかあるんですか？それはたくさんありますよ。あ、たくさんあるんだ、やっぱり。そりゃそうだよ。なんかちょっと教えてくださいよ、こういうテーマやりたい。今すぐに今言えない。出版社ご連絡。こんなのいくらでも考えつくよ。あ、そうなんだ。それはだってほら、別に漫画じゃなくてもさ、はいはい、例えばあのラジオなんかでさ、あの好きな曲を選あのかけていいですから、あの選んでくださいとかってもう喜んじゃうじゃないですか。それは感じよ。そうです。オリジナルミックスって感じ。そっかそっかそっか。まあそうですよね。で漫画はやっぱりなんだろうな、あの特に短編の場合とかって読んだことがないようなやつとかって今の人といっぱいあったりするから、そこはね、なんかこうそのアンソロジストの視点で面白いものを提示してもらえるっていうのはとてもいいですよね。そう、それであの普通の人が知らないような、うん、でしかもあの単行本も出たら埋もれちゃったような、うん、でも俺が大好きだった短編とかあるわけ。そういうの入れられるじゃん。そうですね、そうですね、うん、まあ、なんかそれこそ今音楽だったらあのサブスクリプションで、いくらでも世界中の音楽聴けてみたいな、あの古今東西 の、 あのやつを聴けるわけだけど、漫画ってやっぱそうはなかなかできないですよね、うん、今のところまだね、うん、でこの作品入れたいと思ってもやっぱ許諾の問題とかだったりするから、うん、そこはちょっとハードルですけどね。まだまだレアグループがね、そうそう、レアグループ超いっぱいあるそういうことですよね。こんなたくさんありますよ。
本当そうですね、うん、まあぜひそういった企画もこの後ね夏目先生にやっていただけたら最高だなと思いますね。まだまだ隠居なんてしないで本当ですね、隠居もしたいんで二人いれば分身の術、江戸地まで行きたくないんで、そうですね、だいぶハード、江戸地まで行かなくていいです、東京でやってくれればはい、ということで、今回は夏目先生が編集を務められた、男気と肉体の時代、現代漫画選手選手の一冊ですね、はい、これを取り上げました。次回ですけれども、やはり、夏目房之助さんをゲストにお迎えして、今度はですね、夏目先生のおすすめ作品ということで、うん、伊豆徹さんの犬釘を打て、という作品を取り上げたいと思います。今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と林と島村と多田と夏目でしたはい、また次回お会いいたしましょう。